はいどうも、大怪獣物語続きいきます。で、考えたんですけれども、キララ連れて行きますというのも、なんか氷の洞窟でキララじゃないと開けられない扉とかなんかあったりすると嫌かなと思って、そういうのあるじゃん、よく。その主じゃないと開けられないみたいな、王者の谷とかさ、その王家の血を引くものじゃないとダメみたいなね。で、キララを連れてハーモニー城に来ました。そうしたらイベントが始まりました。なんだか懐かしいわ。ここが私の故郷コルドバーンよ。黙って抜け出したからお父様きっと怒ってるわね。いや大丈夫、Gが全部受け止めてくれたから。まあとりあえずハーモニー城へ行きましょう。なんでちょっとおしとやかになるの、少しだけ。あ、キララ様、お帰りなさいませ。ただいま、ウォッカ王子はお出かけになられております。超安心。超安心。やった、いねえぜっていうね。道具屋か。まあ、G に会いますか。いたいた。あ、お酒を集めています。あれ ?G、おい。お、キララ姫お帰りなさいませ。何もキララ何も言わない。まさかの何も言わない。マジかキララ。なんか言ってあげて。まあ国民全員姫の旅の無事を祈っておりますぞ。まあまあこれはまあまあいいけど、まあ近くを調べてみることですなって、まあいなくても大丈夫そうな感じだけど、いやキララ何も言わねえんかい。まああとキララ連れて行けば氷の呪文を受け付けないっていう、多分バブと一緒で、ああダメージ受けないっていうパターンがあったので、それもあってまあちょっとばかし有利になるかなと思って、まあ、氷のムチとか、あ弱くはないんだよねこれ。めっちゃ速くない？めっちゃ速くない？どうしたキララ。ガローよりクソ速えちょっと強っ。そっか、結構いろいろあるね。いやガローが一番早いかなって思ったんですが、キララが一番早いと。で、あともう一つ連れてきた理由として、ちょっとこのイベントこなす理由としては、もしかしたらなんかイベントこなして魔法を覚えるパターン、そのパターンもあるかなと少し思って、このイベントクリアしたらなんとかの魔法を覚えたとか、技特技覚えたとかね。そうするとちょっとやっぱ順位が変わってくるかなと。パーティーレギュラー順位が敵、あ出た。氷してるね。なんじゃこいつ。上で食用植物みたいなクレバス。まあ確かにねえ、穴開くっつうか亀裂だよね。まあその感はあるけど、レッドドラゴンですよ。当然これさ、アイシクルとか効かないわけでしょ。早い。多分効かないっしょ。まあまあ実験、これ実験。まあそうだよね、効かないっすわな。なめんじゃねえと。なめんじゃねえキララなめんじゃねえと言われてバカかと。クレバスに殴られてんじゃねえか。ちょっといいねこれで。まあ一発でしょね。経験値めっちゃもらえるし。バカかと。食らうわけねえだろって体で教えられたって。だからちょっとこの洞窟での攻撃は期待できないね。まあ、回復薬、あ、そうか、ホスピル回復薬で行こう。な。うわ、なんか下行ける。すげえ下行ける。うわー、すげえ下。下の、すげえ。うわー、いいね。ただ、ここクリアしないとあれだよね。イベントを雪の女王。スノーホワイト。まあ、こっちむちゃくちゃ強えから。レッドドラゴンがありますから。ゲイルクロイや。あー、まあまあまあ。レッドドラゴンでマギーがどんどん上がっていけば。いや、でもこれレッドドラゴンやりすぎダメだな。 MP すぐなくなるね。エクシスト。あれ、あ、でもエクシストってなんか他のやつ誰か覚えてたよね。ああ、覚えてた覚えてた。もう一段階強いの覚えてほしいね。うお、サーベルベア。ずっとやり、いやでもやり続けていいか。とりあえずなくなるまで。なくなるまで。これダンブログか、だから。こういうことか。守備力下げる。ゲイルクロー。うえーだ。うえー。あ、強い強い強い。レッドドラゴンいらないな、そしたらな。なげえし。召喚なげえし。いやー、でもこれはいいよ。あのテッシーとバブ交換して半分はメンバー違うけど、裏とかさ、宝箱あったりするんじゃない？闇僧侶。ババンガは一体か。でもここでもババンガか。あ、これあるじゃん。ちょっと使ってみます。で、あ、これ一体か、ダンブログは。25% ですか。これ期間もんね。ほら、期間。おお、ミスで氷のムチ。これ速いし弱くもない、強い、素晴らしい。あ、特に、いやでもなんかどっかにあることもあるでしょう、この宝箱は。マジック取りたいよね。しばいていく。こいつ絶対マジックポイント持ってねえもんな、そもそも多分。おい、いや早い、いいな。このガローと、ん？キララ？やばいね。キララが名前出なくなった。ガローとキララの、これ2人いいわ。この速い2人の、これいいっすわ。これダンブログが、ゲイルクローに反映されてるのかが、ちょっと、あ、されてないっすね。おーい、ダメージ量、ダメージ量やべえ。これだよな、困るの。結局やっぱ HP だよな。HP 正義っていつも言ってるけど、こういうことなんですよね。一撃で落とされたらマジたまったもんじゃないっていう。幸いガローは HP が高いので、まあまあまあいいけど、近くを探ってみてくださいっつってたけど、どういうこと？なんもねえんだけど。あ、これが。絶対これだと思ったんだけど。違うん。こいつは持ってるでしょう、MP。このさ、MP 吸収って書いといて、効かないってどういうこと？効かないっていうか、なんか成功率低いのってなんか嫌だね。これ吸取り系でミスってなんか嫌だね。これなんか嫌じゃないですか、こういうのって。氷のささやき、混乱か。吸収ぐらいさせろっていうね。なんか5ポイントとかでもいいと思うんすよ、5ポイント。え、これじゃねえの？え、どういうこと？あ、じゃないか。上にもあるね、それ。それとも、あれが、レベルが低いからってこと？意味いやマジで意味よ。まあ敵さんもミスしてるからちょっとあれだけど、よし。キララ天女のピアスの方がいいですね。あれ？ああ、びっくりした。天女ピアス。こっちの方がいいっすよね、なんか。毎ターン回復するんで。え？なんかありました？それとも右奥かな？ババンガも正直長いんすよね、エフェクト。ズン！くわ！わあ、でも強いわ。1ターンで終わると天女のピアスの意味がない。まあでもそっか、一発で落ちないギリギリのところなのかな、もしかすると。これはああ、開くんかい。近くを調べて、扉を調べてくださいじゃねえかよ。近くじゃなくて。助っ人の意味をね。助っ人全然使ってないからね、あれから。マジで。岩どかすのしか記憶にない。まあ、あとは偵察か。ちょっと偵察したぐらい。宝箱は2段目。一番上はないのかな？やってあると思うんすけどね。ゲイルクロウに任しちまえばもういいか。おお、120。一旦で終わっちゃうな。一旦で終わっちゃうな。いやでもそんだけそれなりに強いっていうことでしょうかね。2段目にまずあると。あ、やった、ほらあったよ、絶対あると思った。やったぜラッキー。いやー、アイスブーメランバブ。2段目に右と左にあると。正直ゲイルクロウがあるからなんかあんまり HP 回復させるのもあれだなって感じですね。ちょっとミスりましたね。ババンガはお嬢様に打つべきでしたね。これちょっともったいなかった。ポヨンが気を利かせて今会心の一撃を出してくれたので1ターンで終わりましたが、こうこうよね。弱、あいつ弱すぎだろ。あいつなんな、闇僧正マギー以下の HP じゃん。あ、倒れねえ。ゲイルクロウとババンガだけじゃ倒れないと。ほーって感じですね。ほーって感じですよ。着付け役。おっと、アイスゴーレムでしょこれ。スノーゴーレム。ふざけやがって、ふざけやがって。うえ、うわ、105強い。絶対ポヨンやってくるなお前な。絶対ポヨンやってくる。ナイス。これガロー強いっすよ。まあ今更ながらですけど強いよねガロー。でこっちにもう一個あったと。で白クマはもう一発で倒せるんでこうよと。あ、ポヨン硬くていいね。ポヨンタンクだなこれ。一手に受けてくれてるから。でこれでレベル上がればポヨンのね HP 回復するから。スポットクーラー、これはなんぞや。何回でも使えるとかじゃなくて暑さ防御。まあ上から降りるんでしょう。これ相乗が弱いから。あ、違う、ゲイルクロウで落ちるんだよね多分。多分つが絶対絶対落ちるからもう攻撃でいいと。マギーの MP 減らすことねえと。まあまあまあ、しょうがない。こういうことですよと。はい、レベルアップ、HP 回復。で、ここ開けられると。あれ？宝箱じゃねえぞ。あ、ここでも下行けないのか。ここを開けて、降りて、あそこから出てくるのか。はいはいと。OK、OK、OK。これギリ大丈夫かこれ。ババンが当ててポヨンで、よし、オッケー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 。まあ正直ずっとレッドドラゴンでもいい気もするけど。回復薬ってキララ言っといてさ、全然普通に神頼みに使ってたよね。もう脳みそがね、脳みそが。ああ、これで、ああ、そうよね。で、さらに下に行くと。左に宝箱。で、どうですか、これ。まあみんな各キャラね、各キャラのさ、こういうまあアイテムか魔法か特殊能力か装備とかを、マジか、まあいいや、装備とかをやるわけですよ。集めていくっていう、まあクロノトリガー方式ですよね、言ってみれば。正直結構時間かかるんだよね。俺よくクロノトリガー全部やったわけじゃないと思うけど、結構集めたよね。虹色の貝殻とか、なんか結構頑張ったのよ、そんな記憶がある。そう、よくやったなと褒めてあげたい。そのどうですって言ったのがさ、ゲーム体力ってどうですあります？なんか、いや、あるかなしで言われたらあると思うんですけど、そこまでなんかやり込みをやる力が小学生中学生頃と比べて落ちてませんかっていう。まあそれこそ本当に忙しかったりするますもんね、仕事とか家庭とかで、まあ、ゲーム以外にやることありますから、そのちっちゃい頃と比べるとありますからっていうのもあるけど、なんかゲーそのものが落ちてる気がしないでもないというか、まあ実際落ちてると思うんですけどね。なのでなんか今回この各キャラクターの装備集めるのね、正直しんどいなと。集めなくちゃいけない、集めないといけないのか、これ多分ここは集めないとなんかいけないような気はしてるので、東のガーディアン村の東の方先に進むためにはっていう感じだったので思うんすけど、まあしんどいなと。まあでも楽しくやってるんですけどね。ただ体力的にどうなんっていう。で、同じような条件でクロノトリガー、まあよくやったなとよく頑張ったなと、あの時の褒めてあげたい、まあ、実況あげてるんで、見てない方は是非見ていただけると嬉しいです。クロノトリガーも結構長い、どんぐらいだったかな、本数あんま覚えてないですが、そこそこ長かった気がします。で、それこそやり込み要素とかね、全部やりきってないんですよね。まだっつうか、やりきってない。まだまだ多分やれることをやれるっつうか、やろうと思えば、俺がじゃなくてね、俺がじゃない、僕がじゃなくて、やり込み、ここやり込みたいっていう人がやろうと思えば、全然やれる範囲とか、範囲があると思うんですよね。隠し要素ね。で、そこまでは、なんか、プライベート実況外でも、ちょっときついな、みたいなね。そういう意味で、体力が少なくなってきてるかなと。ゲーム体力ね。逆に忍耐力はあるかなと。落ちてないかなと。同じ作業をずっとできるっていうね。まあ私の得意技でもあるんですけど、それはできるんですけどね。まあなんのこっちゃって話ですけどね、皆さんにとって。氷の杖。これはマギーじゃないですか。いやー、下がるんかい。魔力が上がるとかじゃないのかな。いやー、全然わかんない。ちょっと待って、強さ。見よ。魔力430。こういうところよね、ちゃんと見よ。これ左手つけらんないんだよね。430だったよね。そう、あとね、数字を、瞬間記憶がね、落ちてきてるんじゃないかって思って、魔力変わんないですね。この430って1回見たやつを、見て、なんか10秒後ぐらいに覚えてられるかっていう。魔力の杖っていうのはさ、あるけど。で、それが落ちてるんじゃないかって思って、最近それは訓練してる。意識的に。なんか5桁ぐらい覚えて、10秒後ぐらいもちょっと覚えてられるように、ちょっとだけなんかね、訓練してる。訓練つっても普通に数字、なんか普通に生活しててよ。普通に生活してて、出てきた数字を、なんか、見直さないで、いくようにしてる。意識的に。脳をね、脳みそをね、ちょっとずっと若くしていきたいかなと。まあ、ほぼ劣化してますけどね。OK。いや、こいつ、このままいっちゃいますか。このままいっちゃい、戦っちゃいましょう。で、化石くれるのかな？わかんねえけど。勝ったら。おでの宝物、これ、なんとかの化石あげるみたいな。そんな感じでしょう、多分。俺様のねぐらいなんのようだ。まともだし。まとも。ポヨンよりまとも。俺様の眠りを邪魔するやつは皆地獄に落ちるのだ。死ねいって出た FF4。死ねい 3 だっけ？死ねいがね、すごい流行る。ホワイトフット。いや、でもいけるいける。これはいける。バティカルより強いんだね。ババンが、あれこれよ。ルカニが効くかどうか。はい、効いた。勝った。これで、ツインクローでガシガシ削っていけばいける。なんか久々の、なんかボス戦だね。これは接待戦闘じゃないからね。四海竜と違って。これも一回パワードで、重ねてできたんでしたっけこれ。アイシクル効かんぜ。キララに効かんぜ。それは249でさらに上げる139か。そうだよ、レッドドラゴン使えや。パワードとかやってる場合じゃねえだろ。レッドドラゴン使えやっていう。パワードってる場合じゃないっていう。このターンで終わるかもね。このターンで終わるかもしれんぞ、これ。あー、強い。一気に行く。倒れる、倒れるか、倒れないか。いったんじゃないでしょうか。いかない。おお。ウィンドドラゴンだったら倒れてましたよ。ウィンドドラゴンはちょっと拍子抜けしましたからね。これ重ねいけてんのかな。ツインクロー。エイスエイスエイス。まあウィンドドラゴンよりかは強かった。で化石、これオラの宝物。許してくれとかじゃなくて。ああ倒した、殺しちゃった、かわいそうっすわ。お、なんか出てきた。なんか出てきた。なんか出る。ちょっと待て、中ボス？え？あれが化石でしょ、多分。ちょっと化石は手に入れさせて、化石だけは。あー、これ、ちょっとあれっすね。一応ゲイルクローやるけど、もうここで、これで決めちゃおう。決めちゃおう。いや、キララとこの召喚すごい相性いいね。これ MP 回復のアイテムを店で買えたらもう無双できるやつじゃん。あれまだ左にあるな。そしたらちょっと待って、これ逆に MP 取っときたいね。とりあえず右行こうか。え、まだ全然あるな、これ。あいつ、中ボスだな。中ボスだな。中ボスでしたわ。オッケー。じゃあ、とりあえず宝箱開けて、次回、続き、探索していきましょうかね。えこれ化石だったらいいけど多分違うでしょ。マイティマジックですよね。 OK。 じゃあ次回続きを探索してまいります。動画の移動お願いします。